石新吉は太平天国の指導者の一人、厚生省人州府危険出身。石田地会の続邸で金田放棄に参加して国宗と称した。1855年から石田地会に従って厚生省に入り南省で祖国藩を苦しめた。1856年から王玉、紺のもとで厚生省での作戦を継続し、つ天めに封じられた。 典型事変の後、石立海の遠征に従った。1858年、石立会は、福建省から、湖南省の攻撃を図ったが、石立開け率いる本体は、厚生省を通過し、石新基地率いる分隊は、関東省を通過することとなった。1859年、石新基地軍は、湖南省に入ったが、石立海軍が包教を攻略できなかったため、 厚正省に転身することとなった。石新基地軍が先行して、厚正省に入り、経理を包囲した。石立会の本体も、包教から続々とやってきたが、結局陥落させることができず、8月に撤退した。しかし10月に、品州の攻略に成功し、李西北からの民衆法規軍と連合して10万の兵を要するようになった。その後、して、 カンバヤシを奪取し、さらに百色町を攻撃したが、これは落とすことができず、石立海の本体と合流すべく撤退する途中、土市の襲撃を受けて捕らえられ、ケイリンで処刑された。ありがとうございます。